質問ですある日生活保護者があなたのアパートを借りに来ましたあなたは断りまますすかかそれれとも受け入れますか不動産投資をしていると生活保護者から入居申し込みをいただくことがあります特に築フル物件を所有して割安な家賃設定で募集していると 結構高い確率で生活保護者からの入居申し込みが入ったりします。その時にあなたはどう思いますか生活保護ってお金にだらしない人とか仕事がない人がなるんだよな。 騒ぎを起こされたり、家賃滞納とかされたら嫌だから断った方がいいかも。なんて考える人は多いと思います。しかし、生活保護というだけで拒絶反応を起こすのは非常にもったいないことだと思います。なぜなら、きちんと対策さえしておけば、生活保護者はむしろ有料入居者になってくれるからです。これは決して弱者を利用した貧困ビジネスではなく、めちゃくちゃ社会貢献になることだと思うんですよ。 そこで今回の動画を見ていただければ生活保護者をトラブルなく受け入れられるようになるポイントがわかるようになりますし生活保護についての正しい理解を深め社会的に良い,いことをしながらもしっかり不動産投資ビジネスを成立することができるようになりますのでぜひ最後までご覧ください このチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しています。不動産投資のほか、経済、株、金融、そして企業にまつわるトピックもどんどんアップしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 ツイッター、インスタグラム、そして音声ラジオのボイシーも毎朝7時に公開中です。ぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいです。そして、裏研不動産の視聴者限定で、こちらの非売品の本、お金と幸せの成功法則もプレゼントしています。こちらは送料も裏研負担でお送りしますので、 ぜひ読んでみたいという方は概要欄のリンクからお申し込みください。それでは今日は3つのトピックで進めていきます。1つ目に生活保護者、不良入居者は間違い。2つ目に実は生活保護者はお金持ち。3つ目に生活保護者を受け入れるための条件について解説していきましょう。不動産投資をしていると実に色々な人から入居申し込みをもらいます。大家さんだったら誰しも 高学歴、高収入で安定したサラリーマンに借りてもらいたいことでしょう。しかし現実は違うんですよ。フリーター、シングルマザー、高齢者、外国人、障害者など実に様々な属性な人が借りに来ます。そしてその中には生活保護者もいます。一般的に生活保護者のイメージは無職でだらしない人、 浪費癖のある人、あるいは社会不適合者みたいな印象を持っている人も多いかもしれません。もちろんそういう人もいます。しかし全員がそうではありません。今日の結論を先に言ってしまうと、僕は生活保護者は積極的に受け入れるべきだと思うんですよ。なぜなら生活保護ということは国からその生活を保障されていて、毎月の収入はむしろ安定しているわけで、 正直、フリーターよりもよっぽど安心だからです。ただし、生活保護者は本当に生活困窮している人もいますが、実際には浪費化だったり、生活習慣が悪かったりするのも事実です。そうすると当然、家賃を滞納したり、周りに迷惑をかけたりする可能性もあるわけで、その辺のリスクをどう管理するかが課題になります。繰り返しますが、 生活保護は積極的に受け入れた方がいいというのが結論なんですがその理由は実は生活保護者の収入は安定しているだけではなく結構もらえる金額が多いからなんですよ ちなみに生活保護を申請するには条件があって収入の要件は地域の最低生活費の基準によって違いますが例えば東京都の八王子市に住んでいるのであれば月収約13万円以下の生活困窮者で病気や怪我で働けなかったり親などの身内から支援を受けられなかったり生活費に充てられる資産も不動産もない人が申請を受けられます 例えば40代の夫婦が申請してその審査が通ったとすると八王子市では約18万7千円をもらうことができます。そしてその生活保護を受けている間は 年金の支払いも住民税もかかりません当然所得税も免除になりますなのでこれを手取りという風に考えると実は額面22万円くらいの収入に相当するんですよつまり生活保護の申請が通るとその地域の最低生活費以上の収入を得られることが多いんですよこのように年収要件だけ見れば普通の賃貸アパートであれば全く問題ない収入レベルになるわけですよね ただ、生活保護を受けるようになった理由はいろいろあって、本当は働けるのに生活保護に慣れてしまって働かないとか、ギャンブル依存症であったり、浪費化だったり、一定数だらしない人がいるのは事実です。そういう人の中には生活保護費をもらっても、家賃を払う前に全部使っちゃう人がまあまあいるんですよ。 なので、ここは物理的に家賃を滞納されない仕組みを作る必要があるんですが、その方法は2つあって、1つは家賃を自治体から代理受領することです。 まず生活保護を受けている人から入居申し込みがあったら自治体から家賃を直接代理受領できるかどうか確認してみてくださいただ家賃の代理受領ができるかどうかは自治体の裁量に任されていて代理事業を受け付け付ない自治体もあるんですよなぜかというと生活保護者の自立を阻害してしまうという理由だったり貧困ビジネスの温床になりかねないというのと 単純に自治体の事務作業が増えるといった理由もあります。なので実際には全体の2割程度の自治体でしか代理受領は受け付けてもらえなかったんですよ。しかし2020年4月1日から厚生労働省の通達で生活保護を受給しているにもかかわらず家賃を滞納している非保護者については原則代理納付を適用されたい。 という国の方針が示されたんですよなので今は家賃の代理事業をできる自治体が増えているので問い合わせてみるといいでしょうもし代理事業ができないなら次は体能保障への加入を条件にすすることです実は生活保護を受けていても最近は滞納保障に入れる会社も多くなってきています。 僕が知っている中でも生活保護者でもお断りはしない保障会社は結構あります。代理受領が受けられない場合はこちらのいずれかの滞納保障に入ることを条件にするといいでしょう。ちなみに審査時には生活保護受給決定通知書が必要になることがほとんどですのでこちらは必ず入手しておくようにしましょう。このように代理受領か滞納保障のいずれかを条件とすれば 基本的に家賃の取りっぱぐれはなくなると思います。ただしそうは言っても生活する上でトラブルになることもありますよね。そういった入居後のトラブルを防止または早期解決する方法として大きく2つの方法があります。一つは当たり前ですけれどもしっかりと入居前の面接をすることです。事前の面接は生活保護者だけではなく入居審査をする上で基本的なことの一つですが これは極力オーナーが直接やった方がいいと思います。なぜなら、ここを不動産業者に全て丸投げしてしまうと、審査を甘くしたり、手を抜かれることがあるからです。直接面接をして、周りに迷惑をかけそうな雰囲気がある場合は、さすがにお断りした方がいいケースもあるでしょう。 二つ目は必ず定期借家契約にすることです定期借家契約にしておけば最悪契約期間が満了すれば立ち退きをしてもらうことができますもし入居を OK にするかどうか迷ったら当初は6ヶ月間その後1年と再契約をしていけばトラブルの長期化を避けることができますこんな感じでしっかり事前に対策さえしておけば生活保護者は 家賃の取りっぱぐれのない超有料な入居者になり得るんですよ。なので生活保護者だからといって申し込みを無限に断らない方が絶対に得だと思います。 一度生活保護者を受け入れれば自治体や不動産業者からも入居者を紹介してくれることが多くなりますし生活保護者は長期に入居してくれることが多くなりますので非常に安定したアパート経営が実現すると思いますさていかがでしたでしょうか世間的には生活保護者は敬遠されがちですがむしろ収入は安定していますし トラブルの対処法もある程度確立されていますからぜひ積極的に受け入れるようにしてお金を儲けるだけでなく社会にも貢献できたら素敵ですよねさらに具体的な不動産投資のノウハウについて知りたい方はぜひ裏研不動産のオンラインサロンを活用してくださいこちらのオンラインサロンにつながっていただければ僕を含めてチームで毎日皆さんをフォローさせていただきますまた不動産投資についてさらに詳しく学びたい方は 初心者でも体系的に学べる不動産実務検定で学ぶのが一番です。興味がある方はぜひ概要欄のリンクをご覧ください。そして今日の動画が良かったという方はぜひグッドボタン、そしてコメントもお待ちしております。このように不動産は学べば学ぶほどリスクは小さくなりますし、あなたの未来に応えてくれる稀有な投資法です。ぜひこれからも一緒に勉強していきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。